どうもようこそいらっしゃいました。長田の会第36回、やっておりました。長田の会で今年はなんとなくあれですね、まあ、そのお正月からあの人たちに出てもらって、今回も出てもらったんですけど、なんとなくやっぱりこう何室かね、こうまあ、悔しいことは悔しいんですけど、まあ、女の人が華やかっていいですね。まあ、華やかって大事ですね、このやっぱりこう芸事っていうのはね。もうおじさんばっかしでね、やっぱりなんですけど、おじさんばっかしはおじさんばっかしまたいいんですけど、まあ、そういうのもあるんだという、こう幅の広さですかね。あの男の人と女の人が、まあ、最近は少しやるようになりましたけれども、その女流は女流という形で演奏してますね、邦楽というのは。普通の演奏会は男ばっかり、もう非常にこう男尊女卑といいますか、その感じで、女の人がやるのは特別だということで、女流なんとかという、牧田牛さんにしても、京本さんにしても、長唄にしても、女流長唄の会になることになっていますが、最近では、少しずつこう間違って、一緒にやるようになって、一緒にやるといっても三味線は一緒にできるんですが、歌はなかなか難しいんですけどね、あの男の人の声と女の人の声、まあ、そんなこと言いながら長唄の会は一緒に歌っていただいておりますけど、そんなことで。でまあ、そのマゼコゼもいいんですけれども、マゼコゼでやっておりましたから、こう別々にやるのもいいなと思いまして、たまたまうちのお弟子さんとかそういうのだったんですから、まあ、あの育てていこうという、まあ皆様の温かい、すいませんのでね、あの入場料払っていただきながら勉強させていただくみたいな感じですけど、まあでもなんとなくだんだん形になってくるもんでございまして、一生懸命やるからあの許してくれってわけじゃないでしょうけど、なかなか水準には達しているような感じもいたしますので、こういうのもある。6人で行くってありませんから、もう本当に邦楽界の秋元康を目指してるわけではないですだん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 ね、もう2グループぐらいうち作れるんで、ね、なんか作ってもいいなと思いますけど、そんな感じでやっていきたいと思います。今日、聞いていただくこれからの長唄は、元禄は花見踊り、梅の栄え、うつぼ猿という、これもう何ちゅうですか、もう春、もう今しかない、もうこの今以外にやっちゃいけないような朝曲でございます。ぴったりありがとうございます。まずは元禄花見踊りのお話ですね。元禄花見踊りというのは、これ花見踊りというのは、これできたのがちゃんと決まっておりまして、明治11年と書いてありませんか、ね、明治11年、これ三代目正治郎、まあ、名人でございます、まあ、ものすごい作曲家、堤恭平みたいな人います。堤恭平といっても分かんないですけど、ここの哲也でもいいんですけど、まあ、そういうような長唄会の人でございますけど、その方が新富座という、もともと森田座、江戸三座、江戸三座、江戸五座まであったんですよね、あの芝居町のところに。その前は銀座の方にあった、その芝居町行ったら浅瀬向こう側に、あの要はまあちょっといろんなことがありまして、向こうの方でみんなお芝居やんなさいってことで、あっちの方に劇場が作っておりまして、あっちに歌舞伎もあったんですけど、それであのこっち森田座ができて、あの要はあの歌舞伎座のあたりのところに森田座っていうのを作った、森田寛也さんが、ね、作った。でそれでそれをもう一回改装するつんで、今度新富町に作ってる新富、今のね中央区役所ですか、あの辺あるじゃないですか、あの辺りですね、火がありますからね、火っていうのはあの燃やす火じゃなくて、こうなんかこう書いてある火がね、こうあります。そこのところには新富座っていうのをオープンさせたわけですね。それまではそのですから、その明治11年に、その頃ガス灯で有名なんですよ、その新富座っていうのは。そのガス灯っていうのはこう道路にあるじゃないですか、ガス灯、それを劇場内にもつけたという、要は何が言いたいかというと、その要は近代的な劇場、それまでは芝居小屋だったんですけども、その芝居小屋というよりもこう劇場、なんかこう1ランク上、うん、これ日本人にやりがちなやつですね、呼び方が変わると少しこう、ね、ハマチみたいなことですかね、グリみたいなことは分かんないですけど、まあ、その劇場を使って、まあ、その要は歌舞伎だけじゃなくたって海外のものも来たってやってもらってもいいじゃないかということで、新富座というのを劇場を作りました。その時のオープニングの曲としてこされたのがこの元禄は花見踊りですから、その明治11年が元禄でございます。それから 200年ぐらい前の元禄を思い描きながら書いたという正治郎さんの曲でございます。その、まあ、その理由はいろいろあるんですけども、まあ、とにかく華やかだということですね。華やかにこうオープニングを飾ったということです。久しぶりにこの歌「半田正恵半田綾子」と書いてありますが、これは兄弟のような親子でございますが恋も双子のようですが親子でございます。この、久しぶりにもともと綾子ちゃんで、娘の方の綾子ちゃんが
ずっと歌っててくださいました、長田の会、2013年ぐらいからやってますから、やってました。で途中でいなくなったんですね。失踪したわけじゃなくて、結婚したり子供産んだりしてたんで、その間ちょっといなかった。その間にお母さんが来て、私が歌いますって言って、繋いでてくれたんですね。で繋いでて、あやこさんが戻ってきて、お母さんにもいなくなられても困りますので、今度2人でやっていただこうかなと思って、このね、この2人の、なかなかなんていうんですかね、コマ撮り姉妹ピーナッツ、ピーナッツの方がいいかな、なんかそういうか、ため息のっていう感じの、そういう感じのなんかいいなと思って、それに花火踊りがぴったり、なんかその華やかさ、うん、このぜひともこのお二人に歌っていただきたいなという曲だなと思いましてね。で花火踊りをこれ楽しみに聴いていただきたいと思います。で全曲な、もちろんメロディーはしてます。チャーンチャーチャーンチャー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 ンって、もう ある人は花柳と助さん中がこうやって花振ってるのが見えるのか、ある人は志村けんが花火しか言ってるのかって、いろんな世代によって違いますが、もうチャーンチャー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 ってのはまずその有名なところですね。でそれを全体を含めて結構ね、ずっと歌いっぱなしで、なかなか長い曲なんでは花火踊りを歌っていただきます。その華やかさが終わって、まあ三味線は6と7と、ね、ですから僕しか男いないでこの舞台をやってやろうっていうのは花火踊り、華やかなやつ。次は今度おじさん3人で梅の境と花桜の前になっちゃいますけど、梅の境が、梅の境、これは二丁でした。二丁ものっていうかな、要は本出と楓、そのもう本当に二丁の方で楽しんでもらって、歌は一人で歌っていただきます。これはもう梅の境という名曲がございまして、これも翔二郎さんなんですよね。そうで、この翔二郎さん、ケネア翔二郎さんが、三代目翔二郎さんが岡安久梅さんって、ここから岡安流言ったんですよ。岡安流、家元は岡安久三郎さんです。でそこのところの人の岡安久梅、喜ぶに三つの梅、久梅さんと結婚したんですよ。その結婚した時に作った曲だっていうのと、それから岡安久三郎さんのところのお正月のところのお祝いとして作られたという、この2つの説がある、うん、で2つの説があるし、2つが同じなんじゃないかという説がある、というか3つあるということですね。でそんな説がありまして、いろいろあります。でもとにかく梅の栄、まあ、おめでたいという曲でございまして、日本舞踊の方でも素踊りかなんかでね、素踊りよく踊って何度も言ったことがございますけれども、大変いい曲でございますね。その2曲を聴いていただくというですね、剣力花見踊り、梅の栄、それぞれ、楽しんで聴、いていただければいいなと思っております。それでは一つよろしくお願いします。